愛妻愚数用中ガラビラ、新年度入りました、読谷村長の石峰です。一つまた1時間よろしくお願いします。この後実はですね、今FM に来る前にですね、読谷村ユタサモラビジョンということで、それね、答申が、ございました、はい。これはこれまで1978年からですね、毎年第一次基本構想ということですね、10年間 の、 基本計画を作って、はいはいはい、村民と共に作ってですね、それを公表しなさいというのがあって、第一次、第二次、第三次、第4次、今回第5次ということでですね、今回からは読谷村基本構想じゃなくて読谷村ユタサモラビジョンということでですね、新しく、できてるんですけど、それをですね、今日、委員の皆さんからですね、答申を受けたということで、これはまた、議会の方でもですね、やっていただいて、新しいまた新年度から向こう10年間のですね、読谷村の計画行政ビジョンをですねやっていくということで、これまた詳細はですね、後ほど日を改めてですね、やっていた、そうですね、いきたいと思うんですけど、ぜひやりたいですね。キャッチフレーズがですね、一位ユンタンザということでですね、みんなで頑張っていこうぜユンタンということで、非常に元気のあるですね、になってまして、キャッチフレーズ含めてですね、非常によくできた、基本ビジョンだと思ってます。で今回はですね、ユタサールフンシマサルチムグクル、サチフクルハナドウムイアーチということですね、種目の方がですね、変わりましたね、種目の方が変わってましてですね、文化含めてですね、ユタサールフンシマサルチムグクル、サチフクルハナドということで、これはもうフンシ環境、マサルチムグクル人間の心ですね、そして文化、これをですね心合わせて、みんなで、頑張っていこうということでですね、また新しい、流化もできてですね、それのキャッチフレーズが一ユンタンザということで、英語で言えばレッツゴー、ゴーフォワードみたいなですね。いいですね、またそこにくっつけてくるところがいいですね。村長、ユンタンザスポーツコンベンション、大きな柱として、お届けしております。このコーナーいきましょう。村長、スポーツの話題を。はい、今年ですね、これもずっと、キャンプを読谷でやっています、女子ソフトボールの皆さんがですね、4月の28、29日にもですね、女子ソフトボール日本リーグということで、すごいですね、やってきます。そして28日はですね、土曜日第1試合に、10時30分から、塩野義製薬とですね、トヨタ自動車ということでありますし、第2試合がこれは13時からですね、ビッグカメラとですね、ホンダということでですね、すごいな、女子リーグの、強豪がですね、第2節を、読みたんで、リーグ戦のですね第2節を、展開するということで非常に喜んでいまして、これは23年ぶりかということでですね、すごい、過去に、北谷町でやったことがあるということでしたけど、なるほど、それでまた今回ですね、いろんな皆さんのですね、日本ソフトボール協会、そして、九州、そして県のですね、ソフトボール協会、読谷村のソフトボール協会ということで、まさにこの専門団体のですね、皆さんの協力で、誘致できたということで、我々もうこれ20年前からですね、宇津木麗華さんとか、そうですよね、この時から上野さんはいましたからね、チューバーリーグもやってまして、やってましたからね、夢は女子ジャパンを呼ぶことだよなということで、3年前からね、女子ジャパンは、ジャパンのソフトボールチームは、来てます。それにまた働きかけてですね、今年から、女子ソフトボールの一部リーグ、まさにですね、トップリーグが、そうですね、来てるということで、